度は攻撃切り返して裏のスペースにボールが出ます。イニエスタからのボール、中折り返してビジャ、これで勝ち越し。カウンター一戦、一瞬でしたね。あっという間の出来事、もうそこしかないっていうところですよ。2試合連続のゴールを決めました、ダビド・ビジャです。パッセがイニエスタへ、ポドルスキー、ここは競争になる、あ強い、こう振り切る、入れてきました、ヘディング、同点。ポドルスキーからビジャ、やはりこのワールドクラスのコンビネーション見事です。追いつきましたヴィッセル神戸、2対2。いや、スルーパスのタイミングもそうですし、やっぱりこのフィジカルのところ、あとはこの瞬間のビジャの動き出しですね。もう中央にポジションを取り、ビジャが狙った、クソニャン反応しましたが決めました、神戸先制です。後半17分、ビジャの PK で神戸一歩前に出ました。ここも入れ替わって越えていくボール、ビジャ、さあビジャボール通る、ウェリントン中にスルスルと上がってきます。ビジャ仕掛けるか、仕掛けて右足、決まりました。神戸3点目、決めたのはビジャ、今シーズン5ゴール目。何度も仕掛けていたビジャが後半ゴールを叩き込んで、これで3対0です。いや、もうこの橋本のパスも良かったです。その準備をしててビジャもね良かったんですけども、こうなった時にもうディフェンスはもうなすすべなく、ビジャも顔を上げることができましたからね。またテパスも良かったです。その準備、完全にキーパーの逆、アウェー神戸先制です。痛いですね。そうですね、積極的な配備をしようとしていて、中での失点です。特にその駆け引きの部分、副島さんもねディフェンスをされていましたが、ああいうフォワードのどういう動きってやっぱ怖いですか。あっと、ここはチャンスになる、パスを出してビジャー、先制ゴールはビジャーです。ウェリントンのラストパスを見事に決めました。神戸先制、立ち上がりの6分、前半の早い時間帯にヴィッセル神戸ホームで先制。相手のねこういったビルドアップを高い位置で、まあ、どちらも高いラインを取りますので、1本の長いパスで局面が打開できる時があります。ビジャ対シミッチ、ゴール入れ替わった、ビジャだ、先制神戸、1対1の局面、見事に相手を剥がしました。ダビド・ビジャ、ここライン駆け引きしながら、はい、いつものタイミングで背後をまず取るコースではないですね、で、ここ清水の1対1のところではこう上相手のフェイントをかけながら、今日先制ゴールを挙げているダビド・ビジャ、前に入った、ビジャ、ビジャかわしてシュートだ、同点、同点ゴールはダビド・ビジャ、やってくれますね。今のも素晴らしいです。トラップもそうですけど、まずここのコントロールが、フラッシュのボールも素晴らしいですね、はい、ここから、まあ、ちょっと間空けましたよね、スパラス、この後のボールタッチですよね、まあ、これが素晴らしいのと、ね、強くプレッシャーをかける坂野もついていきます。ただ酒井豪徳入れ替わるか、縦につけたビジャ、得意のゾーンで打つか、3人に囲まれている、シュートだー、決まりました。これが世界のゴールハンター、ダビド・ビジャ、神戸先制。
得意なゾーンで見事に決めました。ここでくさびのボールが入って前を向かせてしまったんですね。ここからはやはり得意な左45度からのマークシュートです。アドバンテージ懐田中、ひっくり返す、一気に古橋、谷口がカバー、古橋が行く、ビジャが来た、ビジャを使った、ビジャだビジャ、2人だけで完結しました。ロングカウンター背後をしっかり取ったところから1人かわして、はい、ビジャ もう出した瞬間からもうスプリントしましたし、まあ、右から来てるボールなんで結構左で打つの難しいと思うんですけど、丁寧に合わせに来ましたね。岩田戦での PK です。決めました。 J1 リーグのラストゲームでビジャ PK を決めました。13ゴール目。家族と抱き合います。ダビド・ビジャリーグ最終戦でのゴールは PK、 そしてまたも岩田戦での PK です。チームメイトが集まります。